はい、どうも皆さん、こんにちは。昨日、漫画、僕の心のやばいやつのアニメ第1話が、ついに放送されましたね。もうヒロインの山田杏奈ちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、めちゃくちゃ興奮しました。僕の心のやばいやつ、俺はただのやばいやつ、かがちゃんねんのー、ケスケ実況のー、ケースケです。ポン!ということで、もう本当にめちゃくちゃ可愛くてね、生きる楽しみができましたね。で、そんなね、私ケースが今日は何をお送りするかと言いますと、まあ昨日はね、あの僕の心のヤバいやつのね、アニメがね、生放送されたんですけどもね、昨日はね、もう今年の初めてのね、第1回のクラカンの世界選手権の予選ですね、がね、ついにプレイオフ始まりまして、で、そこでね、なんとなんとね、あの、ライトラッシュでの全開がね、結構あって、あと、ライトラで攻めとか、あとスパドラでの攻めがね、めちゃくちゃね、多かったですよ。まあラバルほどじゃないですよ。ラバルほどじゃなくて、まあ結構やってる人が、あの、思ってた、想像の何倍以上か多かったんで、今回はね、そちらのね、全開リピルはね、本公式のね、映像ですね。そちらね、お届けしていこうと思います。なんで、クラカン動画毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに、昨日みたいにね、公式さんから開発ビルドを開始したの、先行プレイ動画とか、あとチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クラカン世界選手権予選での、ライトラでの全開リプレイ見ていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケースケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それでは1本目見ていきましょう。もうね、タウンホール15ね、最近ね、こういったタイプの配置がね、めちゃくちゃ流行ってるんですよ。で、注目したいのが、まあ、エア水の向きですね。エア水がタウンホールの反対方向、向いてるじゃないですか。これってまあ、やっぱり、15環境でもラバルってやっぱ強いんですよ。もう、競技史ではラバルで前回いっぱいね、めちゃくちゃ生まれてるんで、ラバル対策はもう必須みたいな感じで、こう、エア水2つをね、タウンホール、方向を向かすることによって、こう、ラバルを回しにくくさせたりとか、あとはタウンホールの逆サイドからの突撃感スパーチャのコンボありますよね。あれ対策とかで向いてたりとかっていうのがあるんですよ。で、まあ、タウンホールの反対方向、ラバル対策とかで、まあ、タイクトラップ置いてあると。で、タウンホール側はタイクトラップそんなにないよねっていうことなら、だったらもうライドラッシュでタウンホール側から攻めてあげて、で、村半分ぐらいまでなくしてってあげて、で、タウンの反対側、対空トラップあるんですけれども、まあ、残りはヒーローで刈り取っていくみたいな、対空トラップとか全然引っかかんないヒーローでね、刈り取っていくみたいな、そんな、攻めがね、あの、結構多かったっすね。いや、もう14になってからは、やっぱタウンホールって爆破だけじゃなくて、ポイズンダメージも痛いんで、タウンはもう兵器系で取ったりとかしていく攻めが多かったんですけど、こういった風にユニットでゴリゴリってやっていくのはね、あんまりなかったっていうか、まあ、あるっちゃあるんですけど、すごいね、こういった攻めがね、すごい流行ってくるとはね、思わなかったですね。はい、なので、これもそうですね、ライドラのチェーンとかがぶっ刺さっていくと。で、あとはね、そう、15ぐらいになってくると施設めっちゃ多いんで、ギッチギチになっていくんで、ライドラのチェーンがね、結構刺さりやすくなってくるっていう、ことにも、繋がっていきますからね。さあ、これで、まあ、ライドラで、高火力施設がタウンホールとか、モノリスとか、ヒーローの天敵になってくる。施設ね、削っていきますよね。そうすると、まあ、そんな高火力施設減ってくるんで、残りをヒーローで刈り取っていけるよねっていう攻めになってます。で、あ、ちなみにライドラのね、あのサイドには、プチクイヒとフレームシューターでね、サイドカットしてあげて、真ん中はライドラで突っ切ると。で、流したプチクイヒも、呪文ね、レイジかけてあげることによって、延命させることによって、防衛数1個でも削ってってあげようぜ、みたいな、そんな攻め方になっています。なので、結構ね、ライドラの動画出すと、脳筋ライドラとかなんか脳筋じゃねえかみたいなコメント結構つくんですけど、こういった競技シーンでの、ライドラって、ほんと、上手い人ならではの、上手い人じゃないとできないんですよね。ほんとに、こう、配置選び、そして戦術ですね。何の編成で攻めるかって戦術選択。で、15環境になるともう、ほんと火力が高いんで、ちょっとでも呪文ミスったりするだけで、ユニットってほんとすぐ解けるんですよ。ライドラでもほんとすぐに解けるんで、ほんと、このタイミングだ、この位置だってね、適切に呪文を落とせるかによって、やっぱりライドラで全開できるかどうかって、ほんと変わってきます。自分はね、15でね、たまにライドラシーやったりするんですけど、本当にすぐ解けます。本当上手くないと、ライドラマジで解けるんで、もう、配置の弱点ちゃんと見抜いて攻めれるとかじゃないと、で、かつね、呪文ね、適切に打てる、れるね、本当ライドラって研究のしがいがある、そんな攻め方になっております。さあ、続いて2本目のリプレイ、見ていきましょう。これもそうですよね。同じようなタイプの配置じゃないですか。
痩せ型タウンホールの反対側ね、日本向いていると。で、今回は、リコールの呪文を使ったパターンですね。はい。結構外側にある対空砲はね、こういう風にプチクイヒーで、対空砲で削ってってあげて、このクイヒーをね、回収してってあげると。多分、アーチャータワーも削ってから回収しますね。そうですね。一つでも多く、対空施設は削っておきたいんで。はい。ここら辺を削ってって回収していくと思います。で、フレームシューター、今3時に出てるんで、まあ、12時区画にですね、クイヒーをね、またね、回収したクイヒー。はい、そうですね。回収したんで、こっちから出していくと。で、これでサイドカットしてってあげて、で、この12畳のクイヒーがね、12畳の対空砲削ったタイミングでライドラパートスタートさせていくと、もう、あれなんですよね。ライドラの天敵の対空砲がもう3本削れた状態で、スタートできるっていうのも強いですね。はい。なので、これで、はい、もう、はい、サイドカット十分にできましたんで、はい、ライドラですね。で、ホーミングチェックとかのバルーンとかもね、出していきながらさ、ここでポイズン一発目と。で、やっぱり、タウンホールってやっぱ強い施設だし、で、タウン近くにね、モノリス置くと、すごい、やっぱ、強いですよね。タウンホール狙ってくるユニットたちをね、すぐ溶かしてくれるんで。なんですけど、これぐらいの距離だと、はい、フリーズ一発で、両方固められるんで、はい、狙えちゃうんですよね。狙えていけると。で、さらに、ここから霊場かけていってあげて、今、トムも発動してるのか。発動してってあげて、で、ここからね、伸ばしていくと。で、そうすると、はい、村半分ね、もうなくなってますよね。もう天敵がイーグル砲とかの高火力施設ぐらいですかね。あ、で、今、うまいって思ったのが、はい、投石機が今、平殴ってたんで、フリーズ、すかさず打って、ここもね、ライドラで削る予定だと思うんですよ、この投石機も。なんですけど、すかさずフリーズを打ってあげて、ロイヤルチャンピオンね、入れてってあげて、カバーしていくと。はい、もう状況判断も必要になってきます。状況判断能力も上手くないとね、やっぱできない。あ、あとフレームシューターの中身がね、スーパードラゴンだっていうのも結構面白かったですね。スーパードラね、去年のバランス調整で一気にね、弱くなって使われなくなったんですけども、最近ね、競技シーンで結構使われる場面増えてきましたね。やっぱ施設ギッチギチになってくるんで、刺さりやすかったりするんですかね。あ、そうそうそう。今日最後にね、おまけに、スパドラでの前回リプレイもね、一本生まれてましたので、そちらの方もご紹介していきます。さあ、これによって、だいぶ余裕のある前回ですよね。昨年の14環境、スパドラでの、こう、なんだろう、ゴリ押し、まあ、あれほど、あの環境はひどかったんですけど、あれほどではないです。ほんと、まあ、ロジックは一緒なんですよね。ドラゴンたちでほとんど壊してってあげて、ヒーローで刈り取っていくみたいな感じのロジックは一緒なんですけれども、こっちの方がね、やっぱ難易度全然高いです。はい。では、ライドラ、本日、ラスト攻めね、見ていきましょうか。今回は、プチクイヒーもせず、リコールの呪文もせず、といった流れですね。もう、純正なライドラに近いですかね。小細工とかはせずに、まあ、ちゃんとサイドカットをしてから出していくライドラパターンですね。見ていきましょう。さあ、しっかりとね、まあ、対空砲ね、外側にあったんで、ロケットパターンで削っていきますよと。あ、まだ、アチャクイで対空砲削る前にもうライドラパード。スタートさせてますね。強気のライドラな感じしますけど。さあ、で、これで、さあ、いきますよ。今回はロックボーマー型ですね。で、いってあげると。で、フリーズでちゃんとターンを固めていってあげつつ、エターナルトーム。そうですね、いいですね。バカに合わせトームかけることによって、モノリスのダメージも無効化してますね。すごい素晴らしい攻め。あ、確かこの攻めね、だいぶね、めちゃくちゃ余裕のある攻めだったと思います、確か。はい、しっかりと見えてますね。フリーズを打っていってあげつつ。あ、対1のクロスボウも固めることによって、これヒーロー伸ばすための、はい、そうですね。ヒーローも伸ばすために、対1クロスボウにも、フリーズをかけていってあげて、で、英明させてってあげてますね。で、そしたらこれでもう、ほぼほぼもう使用せず壊せましたね。で、ライドラもまだ結構生き残ってますね。めちゃくちゃ生きな、すごい生き残り方してんな、ライドラ。さっきまでのなんか、まあ、ライドラ、まあ、村半分ぐらいまで削ってもらえれば、まあ、全滅してもいいよ、ね、みたいな、そんな攻めじゃないですけど、だいぶ生き残ってんな。何体 ?3 体まだ生き残ってんの。あ、すごいな。だいぶ余裕のある攻め。ライドラしてこんだけ生き残らせてるって相当すごいな。ほんと、配置選びと、ライドラ選択して、で、かつ攻め方も素晴らしかった。呪文の打ち方も素晴らしかったっていうので、これだけ伸びて、めちゃくちゃ余裕のある正解ですね。時間まで1分以上残っての。前回で、いや、15環境で、これだけ余裕のあるライドでの前回って、相当すごいっすよ。さあ、そしたら、ラスト、スーパードラゴンの攻め、見ていきましょうか。スパドラに、これね、俺ね、あんまよくわかってないですよね。スパドラとライドラの、こう、使い分けっていうの。わかる方いらっしゃったら、コメントでよろしくお願いいたします。まあ、なんでか、俺わかんないかっていうと、
ほんと、たまにしかライドラーやんないし、たまにしか今もうスパドラやんないですよね。あ、でもね、わかるわ。結構ね、スパドラってもう、一マス開かずにこうね、くっついてる配置に対してさ、やっぱ複数同時にさ、ダメージ与えられるわけじゃないですか。それが結構多いっすね。ライドラとは違って。そうっすね。でもまあ、ライドラのチェーンが逆にぶっ刺されそうな気もするんすけど、どう違うんでしょうかね。はい。わかる方いたら教えてください。あ、あとね、注目してほしいのは今回ね、ウォーデンにペットフェニックスつけてます。こういった空攻めでの、ウォーデンのペットは大体エレクトロオールが定番だったりするんですよね。今も、ババキンにフェニックスじゃないですか。なんですけど、今回ね、ウォーデンにフェニックスつけてるのもちょっと注目してほしいなっていうふうに思います。ウォーデンでエターナルトームだけではなくて、このライフオーラ、この円の中にいるユニットって、ライフがね、若干上昇するんですよ。なので、このね、ウォーデンがやられちゃったとしても、フェニックスで無敵状態で復活して8秒間か。8秒間、さらに、こう、ライフオーラが延長されるってめちゃくちゃでかいんですよね。なので、こっからね、はい、スパドラがね、ゴリ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 、今ね、削っていってますよね。で、ちょっと今ね、モノリスからスパドラがね、逸れてしまったんですよね。なかなかモノリスをね、壊してくんないぞ。で、ウォーデンが今、タゲ取られてしまいますよね。はい、タゲ取られてしまうと。しまったんですけど、はい、今、フェニックスのおかげで、ライフオーラのおかげで、スパドラの HP が若干上昇しているおかげで、少しでもね、スパドラが長生きしているっていう流れになります。これのおかげでさ、スパドラが結構仕事してますね。ワンチャンタウンホール、プラスアルファぐらいまで削ってってもらえればいいと思うんですけど、中まで結構中心部分まで結構行ってくれましたね。はい。なので、あとはもう、第1層ぐらいなんで、残ってる質が。なので、あとはもう、はい、もうガッツポーズですね。だいぶ余裕のある前回。もう、ね、ヒーローペット止められすべないですよ。これ、ディギーがついたロイちゃんとかね、ユニコーンがついたまだ、クイーン、まだ両者とも能力残ってますからね。こういう狙いなんですよね。もうほとんどの施設をユニットたちで削っていってもらってって、あとはもうヒーローたちで削っていって、能力も残ってたらもう全開余裕だよねっていう、そんな攻め方になっておりますんで、よろしければやってみてください。はい。というわけで、今回は今年初のクラクラ世界選手権予選プレイオフですね。ライドラでの全開がね、結構生まれてるよって、使用率が結構上がってきたよっていう、そんな動画をお送りしていきました。いや、15のこの環境で、ライドラってほんとね、やっぱ15火力高すぎて結構すぐ解けるんですけど、こんなね、全開できるんだなって思いましたよね。で、今回は全開リプレイだけ取り上げたんですけども、別に全開、まあできてないんですけども、普通にね、使用率高かったりとかしたんで、15の皆さんね、よろしく興味があればやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、こういう風にクラクラ動画ね、ほぼ毎日投稿しておりますので、まずチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったらって、またグッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。